堀川、名古屋市。堀川は、愛知県名古屋市を流れる庄内川水系の一級河川。江戸時代初期の名古屋海府に際して、建築資材運搬用の運河として、伊勢湾から名古屋城付近まで改作されたことがそのルーツとされる。その後、明治初期において庄内川からの取水を開始し、庄内川水系に属する形となった。また堀川の一部の区間は、 その成立の経緯から黒川とも呼ばれ、流域の地名、黒川本通りにもなっている。本校では2012年時点において水源を同じくする庄内用水に関しても合わせて記述する。愛知県名古屋市森山区にて庄内川から取水する形で始まり、八田川を地下水路で復古した後、名古屋城のある南西方向へ流れる。名古屋城を 北側から西側に回り込んだ後、名古屋市中心部を南方向へ流れて、伊勢湾、名古屋港に注ぐ。庄内側の水分共闘側に所在する、庄内用水投資港においてせき止められた水を、庄内用水元入り紐により取水し、水路は庄内用水として南下する。八田側の地下を3階共闘側に所在するトンネル、福越でくぐり、 トンネル出口の三階端ポンプ場内で農業用水である庄内用水と分岐する。水量調整用の水門である黒川飛門から通称黒川として名古屋城周辺まで南西方向に流れる。名古屋城を北側から西側に回りこぼんだ後、旭橋以降は堀川としてほぼ南方向に流れ、川口の名古屋港伊勢湾に至る。途中、 厚田区の七里の私付近にて新堀川と合流する。かつては松重高門、中川区において、中川運河とも連絡していたが、2012年時点で高門水路は埋め立てが行われており、船舶による往来はできない。庄内用水は三階橋ポンプ場内で黒川と分離した後、ほぼ八田川、庄内川に並行する形で流れる。 名古屋城周辺から厚田までの区間は、厚田大地、名古屋大地の西側に沿う形で流れている。このため、総じて川の左岸、東側が、右岸、西側よりも高くなっている。黒川部分の途中、さなげ橋において、流れに約3.8メートルの段差が生じており、それ以降の下流域は、伊勢湾の潮汐の影響を受け、満潮時には流れの逆行も起こる。 監視を行域となっている。また、堀川の水深は、潮の看板で1から3メートル程度変化する。発祥の経緯の通り、特に、朝日橋より、下流の堀川は、名古屋港の一部として指定され河川管理を、名古屋港管理組合が主管しているなど、川というよりは、運河としての性格が強い。2013年時点、堀川、省内用水ともすべて、 名古屋市の行政区内のみを流れる。このため、流域における気候については、名古屋市のそれに準ずることとなる。以下、上流から下流の順に記述する。なお流域で、堀川が名古屋市各行政区の境とのみなっている場合には、右岸、左岸の別を付記した。森山区北区西区中区、左岸中村区、右岸中川区、右岸厚田区南区、左岸港区。 森山区北区西区、中村区、中川区港区。一般に堀川は、1610年、慶長15年に、福島正則が、徳川家康の命により、名古屋城追記の天下武進に際して、資材運搬を目的とした水路として、2013年時点における、旭日橋付近までを掘削したとれている。ただし、当時の土木技術の水準では、何もないところに、 全く新しい水路を引くのは困難であるとして、堀川の位置には、もともと、何らかの自然河川が存在したとする説も存在する。なお、尾張藩の公的な記録集である、辞席録には、慶長16年2月に、名古屋城武神に携わっていた20の大名に対して、名古屋城までの運河改作のために、全国あたり1名の、妊婦を出すことを命じられた、よもぎ座船不機とあり、 同年6月には、厚田白鳥から名古屋城下までの運河改作がほぼ完了したこと、白鳥付近は担当した福島正則、左江門の大部から、多遊堀と呼ばれたとの記載がある。その後、堀川は、尾張藩城下町となった名古屋への物資の水運に使われるようになった。名古屋城付近の堀留、浅日橋北の上流部は、堀川と、 並行して流れていた庄内用水の遠い筋に注いでいた広行川の付け替えとして、江戸時代後期の1784年、天明4年に2013年現在の、さなぎ橋付から朝日橋付近までが改作されたと、される。さらに明治に入り1877年、明治10年、愛知県議市の黒川治虫なによって、八田川を地下で復古して庄内川を横断し、 八田川、新木津洋水を経由して、犬山市に至る運河として、広行川を延伸、拡幅する形で改作、または拡幅、浚渫された。この経緯から、堀川の朝日橋から八田川手前の黒川飛門の間の区間は、通称として、黒川と呼ばれている。また、1976年まで、名鉄瀬戸線に、堀川駅という堀川に面したターミナル駅が、 あったのは、愛知県瀬戸市で生産された、瀬戸焼を堀川を通じて輸出するためであった。黒川の開作当時には、並行して御用水と呼ばれる、名古屋城の堀の水源となる用水路が流れていた。御用水は、1663年、漢文3年に、それまで、名古屋城の堀の水源となっていた湧水が、枯渇してきた子に対応する形で開作された、用水路である。 開削当初は、八田川から取水を行っていたが、1676年、遠方4年に省内川、流泉寺付近から取水し、八田川を復越する経路に変更されている。名古屋城の堀からは、辰行き口水道を往避、2013年時点の朝日橋と大災和橋の間から堀川に放流されるようになり、これにより堀川に、 川口方面への流れが生じるようになったとされる。黒川改作に際して、御用水についても、黒川と同じ省内用水投資口からの取水に切り替えられた。以後、黒川と御用水は、名古屋城近辺まで並行して流れる形となっていたが、1972年、昭和47年に御用水は、黒川に統合される形で、埋め立てが行われている。 埋め立て後は1974年に、御用水跡外園として整備されている。2007年4月1日、河川の管理権限が、愛知県から名古屋市に移譲されている。2018年3月9日から、朝日橋と那谷橋の間で観光船、屋形船の試験運航が行われた。本年表は、名古屋港と三大運河間末年表の記述から、抜粋した。 堀川にはわずかに取水している庄内側以外は、源流らしいものがなく、新しい水の流入が少ないこと、及び処理不十分な生活排水が流入することが、水質汚濁に拍車をかけているとも考えられている。江戸期における堀川の水質は、魚を食用としたり泳いだりすることができる良好なものであったとされている。また、周辺の土砂の流入、体積により、 水路が埋没することを防ぐ春節作業である、明皿へ、明画皿へも行われてきた。明画皿へは、受益者とされる沿岸の町人により行われ負担も大きかったが、拡張ない競い合う形で盛大に行ったとされている。明治期に入り下水道整備が行われるようになると、堀川は、主な下水の放流先とされたことから汚染が進むこととなった。 下水処理施設の建設などの対策は取られたものの、昭和30年代、1965年代、あたりからは、工場排水や生活排水で花を追いたくなるほど一周を放つ、無残な土ブ川と化した。1966年には、b o d の値が 54.8mg、L とダクのピークを迎え、シセル川とも呼ばれていた。 昨今になって、名古屋堀川ライオンズクラブなどにより、浄化を目指す運動も始まっている。水量増大への取り組みとしては、堀川沿岸への下水処理施設の建設、千年水処理センターから1964年、名城水処理センターから1965年が挙げられる。漁水処理センターの1日あたり最大処理能力は10万メートルで、 堀川の主要水源として機能している側面もある。また、松茂公門に隣接する松茂ポンプ所から中川運河の水調整のため組み上げられた水岩岩橋付近から放流されており、相対的に水質の良い中川運河の水が堀川下流域の水質改善に寄与している。堀川流域の下水道は、名古屋市の中でも早期に下水道整備がなされたこともあり、 汚水と雨水を同じ管で流す合流式下水道であることから水処理センターの処理能力を上回る降雨があると未処理の活排水が雨水と共に川に放流されることとなる。名古屋市の調査では1時間あたり3ミリメートル程度の雨量により3倍以上に薄められた生活排水が放流される計算となり汚水の流入が年間で65回発生する試算となる。このため 降雨時に一時的に汚水を溜めておく、雨水貯留施設を整備し、降雨後に水処理センターに送って、汚水の河川流出量を抑える方針での取り組みが、割れている。その他、2001年以降、庄内用水元入り紐付近の庄内用水に、隣接している、瀬古の井戸から、2004年以降は、古川用水、森山区の水も加えて、定期的に漏水している。 2005年からは、鍋や上野浄水場の作業用水を、またそれらより、水量は、さらに少ないが、流域の数カ所で、戦争地下水をそれぞれ導水している。なお一時的な堀川への導水としては、1998年から2001年に、上飯田連絡船、名鉄小牧線、地下鉄上飯田線の工事の際に湧き出した地下水を上流部、黒川に流入させていた。 2007年から社会実験として3年間にわたって基礎川からも導水が行われた鍋や上野浄水場内で浄水道用水としての水の一部を堀川への放流水とするもの。基礎川からの導水を継続して行うとさらに導水量を増加させて堀川を浄化しようという計画も存在するが実施に移した場合。 現在、堀川に堆積しているヘドロが、名古屋港から伊勢湾に流出すること必至であるとして、伊勢湾沿岸の漁業関係者の反対が強く、実現の目途は立っていない。一方で、直接的な環境整備としては、従来からヘドロの除去が断続的に行われており、1994年以降は、名古屋市がヘドロの除去を継続して行っている。 これにより以前に比べ水質は改善している。2010年度平均の堀川沿岸測定場所での BOD 値 2.1mgL-4.1mgL がまだまだ綺麗な川とは言い難い状況ではある。また名古屋堀川ライオンズクラブなどによるゴミ拾いなどの清掃活動も継続して行われている。2000年2月22日には前日に 名古屋港内で目撃されたシャチが、堀川下流部に迷い込み、話題となった、同年2月23日、名古屋港水族館管理組合などの職員により、シャチの追い込み作戦が実施された。また2005年から毎年8月に、清流の再生を、夢の技術で、おキャッチフレーズとして、堀川エコロボットコンテストが開かれ、小中学生、大学生、企業が堀川をきれいにする、 アイデアロボット披露している。2014年現在における、湘内用水は、堀川と同じく、湘内用水投資港にその橋を発し、八田川福江地後に、堀川と分岐して名古屋市北区、西区、中村区、中川区、港区を流れる。これらの流域では多い、瀬川、蒼米川、米野川という名で呼ばれることもある。 庄内用水は、尾張国愛知軍史によると、安土桃山時代の頃に、地域の治水管外、民理増進のために改作が開始されたとされている。江戸時代初期の1614年、慶長19年に、庄内川沿いの稲尾村に取水口を設け、改作された用水路に庄内川の水を流した。その後江戸時代の間に八田川合流前の、庄内川に取水口を設けて八田川を、 福越る経路に変更され、明治初期には黒川の改作と合わせて、八高は福越後に黒川、五洋水と分岐する現在、2014年時点まで続く形となった。最盛期には流域約3000ヘクタールの農地を潤す洋水路であったが、流域の急速な市街化により、考えする農地面積は、昭和末期には北区、西区、中村区、中川区、 港区に点在する数十ヘクタール以下となった。庄内用水も堀川と同様に水質悪化が激しく、流域住民からは用水の埋め立てを求める苦情が多発したとされる。その後1971年に水質汚濁に関する環境基準が定められ、排水規制が厳しくなったことあり、庄内用水の水質も昭和50年代、1985年代には、 改善されてきた。1985年から1997年においては、農繁期である4月から9月にかけて、各年約660万メートル、1986年から約1130万メートル、1992年の取水を行っている。農業用水としての位置づけのため、農緩期には水利圏の関係から通水されていなかったが、 流域の住民により2004年に庄内用水を環境用水として扱う取り組みが本格的にスタートした。2010年12月からは森山下水処理センターでの高度処理水を通年で庄内用水に流すようになっている。堀川は建築資材を運搬するための水路として改作され、名古屋海府以来の歴史を持つこともあり、流域には 歴史的な建築物等も見られる。流域において、堀川と密接に関連する施設のうち、庄内用水元入り紐、黒川紐、五条京、苗橋、松重公門の敬語物件が都市景観条例に基づき、名古屋市都市景観重要建築物等の指定を受けており、辻海橋、中橋、桜橋、天馬橋、岩井橋、日置橋、 住吉峡の七物件が認定地域建造物資産の認定を受けている。また、岩井橋と松重公門は土木学会により戦勝土木遺産に選定されている。庄内用水元入り門は堀川の水源となる庄内側、庄内用水投資口から取水した水の門。名古屋市森山久瀬湖にある。庄内用水は運用開始時には、 省内川を越えてさらに北の地域への船運にも利用する計画であったことから、元入比ヒも船舶が往来できる高さを持った水路となっている。八田川を暗を築いて越えてまで省内川の水を採取する構造としたのは、八田川の水がその上流に瀬戸の凍土地帯を持つなど砂を多く含み、勾配のほとんどない堀川に流入させると砂が溜まることよる。 維持管理に労力がかかることを避けるためである。2012年時点で現存する秘門は1910年、明治43年に改修された石造りのものであり、この建造には人造石膏法が用いられている。人造石膏法とは、日本家屋における土間のような土を固める技法である、叩きを大規模な土木建造物においても使用できる、よう、 愛知県壁南生まれの職人、服部長リが改良したものである小石灰に多量の風化加工岩を混ぜて水練りしたものに砂を加えた上で石と交互に積み上げ突き固めるものであった。工事が行われた当時はセメントが輸入されるようにはなっていたものの日に効果であり、一般の工事に使用できる状況ではなかったが、服部の人造石膏法により、 コンクリートと同等の構造物を築くことが可能となった。また、人造石膏法で用いる小石灰は、より安価な代替物の使用もできたことから、その後の大規模工事、厚田たこ工ちや宇品なこ工ちっこ工ちが安壁工事などに広く用いられるようにもなった。服部はりは1904年、明治37年に、 事業から引退したが、愛知県ではその後しばらくの間、音作り石膏法を用いた治水管外事業を続けており、庄内用水元入り紐工事はその一つである。なお、下流の八高川福子市も同工法で作られていたが、後にコンクリート製のものに改築されたため、2012年時点で名古屋市内に現存する人造石膏法の建造物は、 庄内用水元入り紐のみとなる。庄内用水元入り紐は1993年10月12日付で、名古屋市都市景観重要建築物等に指定された。黒川紐は、庄内用水の水が、地下水路により、八田川を越した出口にある紐。名古屋市北区辻町にある。2012年時点で現存する紐は、明治期に作られた石像の紐の上に、 昭和末期の1980年に復元された木造の上屋が設けられている。飛門の上は橋となっており、人や自転車が通行可能である。八田川を越える地下水路、福子市は、かつては町内用水元入り門と同様に水路を船舶が通行することを考慮した高さを持つ人造石膏法によるものであったが、 その後コンクリート製の再本式のものに改築され、2012年、現在運用されているものは船舶の通行を考慮していない。庄内川で採取された水は、福越通過後、黒川飛門の手前の地点である三階橋ポンプ場内で、堀川、黒川と庄内用水に分かれる。黒川飛門は1992年10月5日付で、 名古屋市都市景観重要建築物等に指定された。御用水跡外園は、黒川と並行して流れていた御用水、名古屋城堀への取水路が埋め立てられた後、その一部が町園として整備されたもの。名古屋市北区、夫婦橋からさなげ橋までの堀川砂岩にある、全長約 1.6km の細長い町園である。名城水処理センター、名城水処理は、 堀川砂岩、城北橋のすぐ下流に位置する名古屋市の下水処理場。名古屋市北名城にある。1965年に完成。処理能力1日6万メートル。1973年には、処理能力が1日10万メートルに増強されている。堀川の使用水源の一つとして機能している。処理方式は、標準活性予定法で処理担当区域は、 名古屋市畜区、東区、北区、中区の一部。2013年度、平成25年度における処理水の水質検査の結果では、BOD の値が年間平均値で 5.3mgL となっている。名城公園に隣接していることもあり、処理施設は屋内に収められ、その上部はテニスコートとして利用されている。また、 下水道科学館も1989年7月から併設されている。五条橋は名古屋海府の際の清洲越しに際して清洲の五条川に架けられていた橋を移築したものがそのルーツであり、堀川七橋、名古屋海府時に堀川に架けられた七つの橋中で最も上流に位置する。名古屋市西区名古屋、右岸と中区丸の内、左岸島を結んでいる。 2012年時点で現存する五条橋は、木造の橋の遺書を残しつつ1938年に掛け替えが行われた鉄筋コンクリート構造 RC 作りのものである。橋の路面舗装は石張りとなっている。掛け替えに際して、それまでの橋に付けられていた義母子は名古屋城地下にしまわれ保管されており、2012年時点の義母子は代わりのものである。 五条橋周辺には、名古屋海婦の際に移ってきた商人たちによる屋敷や土蔵が2012年時点も名古屋市の町並み保存地区として残されており、四貫堂、堀川沿いには石畳の荷上げ場も残されている。また、縁鈍寺商店街の東側の入り口ともなっている。五条橋は1989年11月1日付で、 名古屋市都市景観重要建築物等に指定された。中橋は堀川七橋の一つ。名古屋市西区、中村区名古屋、右岸と中区丸の内、左岸を結んでいる。中橋が江戸時代において架橋された時期についてははっきりとした記録は残されていないが、五条橋と天馬橋の間に後から架けられたためこの名が付けられたとされる。 2014年12月時点で現存する中橋は1917年、大正6年9月に竣工したもので、2003年時点において、日本に現存する道路用高桁橋としては4番目に古い歴史を持つものとされている。大通りが直接つながる橋ではないこと、通行可能な車両重量がロットンまでとされていることから、対象期に架けられた橋がそのまま使用されており、 対象期当時の土木技術を現在に伝えるものといえ、2012年に橋のコンクリート製の欄干が水色に塗られたが、2014年には欄干自体が茶色の金属製のものに変えられ、路面の改修が行われた。中橋は2011年10月17日付で、名古屋市の認定地域建造物資産に認定された。天馬橋は堀川七橋の一つ。 名古屋市中村区名駅、右岸と中区近、左岸とを結んでいる。江戸時代において、東海道と中仙道を結ぶ、脇街道であった美濃街道は、天馬橋にて堀川を渡った。当時は、多くの旅人で賑わい、終わり名日杖では、往来の帰仙絶え間なく賑やかしきところなりと、記されいる。終わり名日杖ではまた、この橋清洲に有士にや、希望たまに慶長七年と、名あり、 名古屋へ、陰意前なりともあり、五条橋と同様に、清瀬越にて移設された橋との見方もある。天馬橋から天馬橋筋にて東に、約800メートル、本町通との交点は、札の知事と呼ばれ、天馬会所や飛脚会所が置かれた、交通の拠点となっていた。天馬橋は2011年10月17日付で、 名古屋市の認定地域建造物資産に認定された。名谷橋は、名古屋市の目抜き通りである広小路通が堀川を越える地点に架けられた橋であり、堀川七橋の一つ。堀川七橋、五条橋、中橋、天馬橋、名谷橋、日置橋、小り橋、岡頭の七つの真ん中に位置する橋となる。名古屋市中村区名駅南、右岸と中区近、坂へ、 砂岩島を結んでいる。ナヤ橋の名の由来については、堀川右岸の倉庫、ナヤ町である、ナヤ町に架けられた橋であるので、ナヤ橋と呼んだ、漢文覚え書きとする説と、尾張藩の米蔵がこの付近にあったことに由来すると、ス説がある。ナヤ橋は1989年11月1日付で、名古屋市都市景観重要建築物等に指定された。橋は、 オースが堀川を越える地点に架けられた橋である。名古屋市中村区名駅南、中川区松手芸町、右岸ン中区オース、松原、佐賀等を結んでいる。オースは、名古屋市が1919 19年、大正8年より開始した市内後大幹線道路開設の第1号として建設に着手された。堀川との交点に架橋された岩井橋は、 鉄の供給事情が逼迫していた当時としては破格の四十三万千円という金額を投じての鉄橋建設であった。建設当時日本橋梁に在籍していた関和刺激による設計、名古屋高等工業学校、現名古屋工業大学校長であった武田五十一による衣装設計とされている。衣装の特徴としての橋側面の飾り板は日本において 第二次世界大戦以前に架けられた橋で、現存すものとしては唯一となっている。幹線道路が通る幅29.5メートルの橋で、あるが、1923年、大正12年の架橋以降、1999年に、床板改修工事が実施されたほかは架け替えられることなく、現在、2014年時点に至っている。2007年度、 平成19年度には土木学会により戦勝土木遺産に選定されている。また、2011年10月17日付で名古屋市認定地域建造物資産に認定された。日置橋は堀川七橋の一つ。名古屋市中川区、松手芸町、右岸と中区松原、左岸とを結んでいる。日置橋周辺はかつては桜の名所として知られ、 終わり名尾図絵においては、堀川花生として日置橋付近の堤防の桜を見物する風景が描かれている。これらの桜は、文化年間1804年から1818 18年にご不審武行の堀いよいよ苦労が植えたものとされている。また、2013年現在、日置橋の田元には、堀川花盛について記した石踏みがある。 2013年時点における日置橋周辺は、かつてのような桜並木は失われ、集合住宅や商業施設が立ち並ぶ中、周囲の有志により植えられた桜がわずかに咲くのみとなっている。日置橋は2011年10月17日付で名古屋市認定地域建造物資産に認定された。松重公門は堀川と中川運河を結ぶ地点。 松茂橋山王教館に設けられた校門。名古屋市中川区産王、右岸にある。連絡を行うにあたり堀川と中川運河の水位に差があることから、パナマ運河と同様の校門による水位調整を行っていた。1932年より運用を開始し堀川を用いた水運に用いられてきたが、その後内陸部の運輸の主体が自動車に移行し、 通行船舶量が減少したことから、1968年に閉鎖、1976年に公用廃止となり、公門間の水路は埋め立てられた。公門の象徴である2体4本の船頭は保存されている。また、松茂公門に隣接している松茂ポンプ所では、中川運河の水を汲み上げ堀川へ放流している。これは中川運河の水位調整目的のかに、 相対的に水質の良い中川運河の水を堀川に注水することより、堀川の環境改善を図る目的も兼ねている。放水は松茂公門から少し上流となる岩井橋まで、導水設備を設けて行われている。松茂公門は1986年5月27日付で、名古屋市有形文化財に指定された。 また、1993年10月12日付で、名古屋市都市景観重要建築物等に指定された。2011年度、平成23年度には土木学会により、戦勝土木遺産に選定されている。白鳥貯木場は、堀川右岸、畑市白鳥橋間に、かつて所在した、貯木場。福島正則が、堀川改作時に作った資材置き場が、 その後立地条件の良さから著牧場として発展していったという名古屋海富士にその歴史を遡るものであった。著牧場跡地は2013年現在、名古屋国際会議場、白鳥公園などとなっている。また、林野行政の拠点としての林野町中部、森林管理局名古屋事務所も著牧場時代から継続して設置されている。千年水処理センター。 シト瀬水処理は、堀川右岸、新堀川との合流地点の少し下流に位置する、名古屋市の下水処理場。名古屋市厚田区千年にある。1964年に完成、処理能力1日6万メートル。1970年には、処理能力が1日10万メートルに増強されている。堀川の主要水源の一つとして機能している。処理方式は、 全国的にも珍しい高速エアレーション、沈殿法であり、処理担当区域は、名古屋市厚田区、中川区、港区の一部。2013年度、平成25年度における、処理水の水質検査の結果では、BOD の値が、年間平均値で 4.3mgL となっている。なお、処理された水の一部は、工業用水道の減水として、再利用されている。 堀川口防潮水門は、堀川河口に建設された防潮水門。名古屋港管理組合により管理運営されている。名古屋市港口取東築地町にある。伊勢湾台風1959年来襲時の高潮により、堀川沿岸も甚大な被害を受けたことから、堀川の高潮対策として建設が決定され1964年8月に完成した。 川岸に設置されたポンプ所と連動し、堀川の高潮対策を担っている。堀川沿岸は、川岸まで建物が建てられていることが多く、川岸に膨張壁を新設することが難しいことから、川口部の膨張水門により、被害を防ぐこととしたものである。堀川の水源となる、庄内用水筒志向から、伊勢湾への河口にある堀川口膨張水門まで、橋梁や、 関連施設などを順に記述する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。